お、クリスタルシンデー。これだけ。このまま押し切れ。こっちから行った方がいいかな。雑魚から。トルガル。行けトルガル。ふっ。うわー、よし。避けて。で、こいつをやったら、あとはこいつだー。来る。もう一回来るからこれ。よし。強いなこれ。よし。釣り上げるぞ。違う。ひざまずけ。受け取るガル。結構早いな、2回目が。もうちょっとで、よし、テイクダウン。サンダーストーム、ファイルドライブ入れて、スカーレットサイクロンで終わりかな。あ、敵が増えた。まあ、まずこいつをやってからでいいか。はい、ひざまずけ。あ、やばい、びっくりした。後ろから来てた。見えた。来てるね。なんか群がってる、群がってる敵が。これで終わるかな。トルガル、よし、倒せ、倒した。オッケー。あとは終わりか。アイテム回収して、あ、宝箱ある。ちょい、炎の、なんだ、間違えた、アクティブタイムロアじゃん。ちょっと覚えてないんだよな。ふぅーん、なんか久しぶりやったなこれ。あ、祈りを捧げている。結構宗教的、なんかもっと私野蛮な国かと思ってた、鉄王国。こういうなんか、あの、宗教的なことを大事にすると思ってなかった。これがクリスタルのコアか。生贄？こんなの必要なくない？何考えてんだこいつら。いやー怖いよね、でもこういう宗教、これが正しいことだって思ってるんだもん。そんなことしなくても恩恵はもらえるよ。だって他の国やってないもん、そんなこと。あれ？こいつは普通に喋れんの？死に損ないが、許しでも恋に来たか。私はこれまであなたに従い戦ってきた。すべては私と同じようにさらわれてきた娘たちを守るため。でもあなたは何をした？
私の目の前で彼女たちを手ごめにして殺した。手ごめにして殺したのか、最悪だなこいつ。ケスが、ケスだエーテルに毒された魂は清められねばならん。あれはジョーか。手ごめにしたのが、そうとも、すべてはクリスタルの導きなのだ。こいつ最悪だな。わきまえよ卑しき獣め。倒すしかない。貴様のように汚れた血はこの神殿への立ち入りすら許されるということを忘れたか。そんな知らない。私は獣だった。この血はきっと誰よりも汚れている。いや絶対その人たちより汚れてない。考えることをやめ、心を捨ててあなたのような悪魔に手を下すこともしなかったのだから。これは私の後悔。でも私はもう二度と獣にはならない。獣を生み出す悪魔も野放しにしない。何笑ってんだ。獣ごときが主人である私に。お前なんか主人じゃない。所詮はドミナント、エーテルに蝕まれた不浄の存在よ。なんとおるかな。この身が不浄というのならば、大司祭イムラン、お前はそれ以下の存在だ。その通りだ、よく言ったジル。因果を断つ。そうだね。その汚れた血の前に膝を折るがいい。手伝うぞジルを。殺せ。ジル、クライブ。あれ、ジョシアがいる。そうか、マザークリスタル壊されるから来たのか。もしかしたらアルテマが来るかもしれないもんね。前もマザークリスタル壊した時にアルテマ来たから。うわあ、ジョシアがやってんのか。え、これセキュリティシステムか。ここのマザークリスタルの。属性の相性としてはどっちも弱点だよね。シワになってる、完全体になった。大丈夫か。フリートなら火が効かない。思い出せあの時の感覚を。濃いフリート。ダメなのか。なぜだ、なぜ権限できない。何が足りないんだ。うっ、ほら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 って、ほら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 、いやー、このままだとジルがやられちゃう。一部だけでも権限しないと。いけるか。出せた。ジルが溶岩を収めてくれている。あっと、今のうちにやつを。ずっとなんかリミットブレイク状態だってな。パリした。
ファイヤーインパクト。もうちょっとで一回ひるみが取れそう。ファイヤーインパクト。もうちょい、よし、来た。ひざまずけお前。よし、パリ。これ一回避けて。ファイガーか今の。もう一回、あとちょい、ファイヤーインパクト。見えない、見えた。こいつはでかいから、サンダーストーム、ファイルドライブ、そして再生の炎。よし、デリミットブレイク。削れ削れ。スエルタ？あ、わあ、入ってきた。まずいぞ。イフリートになれればこんなの効かないんだけどな。ダイヤモンドダスト、シヴァの大技じゃないか。うお、ナイス、いける。ジル、ジルありがとう。やってやる、任せろ俺に。なんだ、竜になったよこいつ。ファイヤーインパクト。あの竜の形になると、よし、ちょっと攻撃が当てづらくなるのかな。あ、間違えた。危ない危ない。あ、見えない。エクステンション、まだ新しい攻撃してくるか。もうちょっとで一回ひるみ取れそうだね。あ、再生の炎がリチャージした。やっぱあのアクセサリーつけてから早いな、リチャージは。ファイアインパクト、あとちょい。よし、いけた。ひざまずいて、いけとるから。そこか、いけ。すごい攻撃。なんか竜になったり獣になったりして、そこか、なんか携帯変わるたんびにあの6本取れてる。私が押しちゃってんのかな、エルチ。いや、これはファイエンパクト。トルガル、ありがとう、回復。あともうちょいだね。見えた、よし、テイクダウン。で、サンダーストーム、ファイルドライブ入れて、耐性の炎かな。よし、デリミットブレイク。
けいけ、3枚いった3枚いったか。ズームインパクト、フレームインパクト、なんだその攻撃は。来る、来そう。これは避けてた方が良さそうだね。うわ来てる、フレームインパクト。これは一回避けでいいのかな。よし、いけトルガル。え、フレイグライドワンワイバーンちょっとなんかあれだな、残りのヒットポイントが少なくなって新しい動きが増えてきた。はい、だけどあとちょっとだね。よし、一回ひるみ取れるかな。あーこれまた、ロックオンがさ、ロックオンがなんか外れる。そこ、いやーくそ、うわあともうちょいなんだけどな。よし取れた、ひざまずけ。リミットブレイク、削れ削れ。来るか、ファイヤーインパクト、あとちょい押し切る、押し切るしかない。もう一回回復しといて、そこか、よし押せ押せいやもうあと数ミリあと一発ぐらいじゃないのこれよしなんだ最後最後の一発がなかなか入らないというなんやかんや倒したぞ。あ、レベル上がった、レベルアップ。なんだこれ、こいつからしか取れないのかな。そんなことないか。ちょっと時間かかっちゃったけど倒したよジル。大丈夫ジル。ジル。大丈夫か。クライブ、コアを。あ、そうだな。あの司祭どうした、司祭。え、これを使って、これを使って、シヴァの力を少し貸してくれたのか。氷の剣になった。ありがとうジル、行ってくる。これさえ壊せば鉄王国のあのバカな儀式が終わるわけだ。お、壊れた。
の第一歩だ。二つ目壊したぞ。コアが、マザークリスタルが。もうこれで儀式しなくて済むな。もうすぐ消滅するわ。お前が崇めてた神様が。貴様、貴様、自分が何をしたのか分かっているのか。ええ、分かってる。血が出てる。だって私は汚れた血を持つ悪党なんだから。クリスタルを崇めるのはもう終わり。よくやったジル。終わったな。なんとか。体の痛みはどうだ。少しだけ。無茶をするなと言っただろう。心配かけてごめんなさい。でもこうでもしないと私は胸を張ってあなたの隣にいることができないから。トルガル、僕のこと忘れないでみたいな。ちょっと二人の世界作っちゃった。ごめんなトルガル。いやーでもこれで二人の目的が果たせたけど、まずは無事に脱出しないとね。こっからクライブ見て。なぜフェニックスゲートと同じものが。本当だ。長くはない。脱出しよう。うん。え。あ、丸ガラス。いや、女子や。アルテマは来なかったね、今回は。やっぱりジョシアの中に封印されてるから出てこないのか。おう！いやー、またクリスタルが。あれ、でも一応鉄王国の人たちが船漕いでるよね。ジル、どんなことがあっても胸を張って生きていくんだよ。どうなるんだろう鉄王国。司祭なくなって、マザークリスタルもなくなって。あ、同国。あ、いや、あ、ジョシアだ。クリスタルロード。あ、大丈夫かジョシア。ジョシュア様、こちらへ。マルガラスっていう名前はもう捨てたのか。いや、もともと体弱かったもんねジョシュア。あれ、薬売りの女の子じゃない。あ、難民会にいた。何かお薬を。親切にありがとうお嬢さん。でも私は大丈夫だから、あなたの気持ちだけいただいておくよ。そうですか。ではお大事に。専用の薬とかあるのかな。今一瞬わずかに兄さんを感じたよ。 あの女の子から。アルテマの意志が兄さんに近づいたんだ。いや、胸に。この5年動きがなかったというのに封印が弱まっているのか。え、ジョシュア様。君の手が汚れてしまう。どういうことだ。
難民たち、彼らも行き先は同じだろうか。仕事と食事を求めてクリスタル自治領へ向かっているのでしょう。黒の一帯の広がりとともに難民は増える一方、もうどんどん住処が追われてってるよね。さらにダルメキア軍が動いてからは攻撃も制限されています。しかしジョシュア様はなぜ自治領へ？リオン・ルサージュに会う。ではザンブレクの王子に謁見を。武勇誉れ高き清流騎士にしてオーディンと並び最強と謳われるバハムートのドミナント、子供の時に一度だけ会った。あ、そうなんだ。噂に聞こえる彼の人徳はあの頃から続けた努力の賜物だろう。ですが我々の話に耳を傾けてくださるのでしょうか。世界はゆっくりと混乱に満ちていっている。ザンブレクも例外じゃない。この混乱の陰に奴のアルテマの存在を感じるんだ。僕が思っているままの彼なら、ルサージュ教ならきっと何かに気づいているはず。マサー・クリスタルが失われ、約束された繁栄は揺らぎ、黄昏が世界を包む。クリスタルの加護の下で生きるのは仮初めであれ幸福だ。だがそれは自らを檻に閉じ込めるのと変わらない。一方で加護を離れて生きるのは苦難の道。でもそれは同時に僕たちが自由を手にするということ。人が生きていく上で必要なのは加護という名の呪縛か、混沌という名の自由か。僕にはまだ答えがわからないよね、兄さん。ジョルジョ様、ダルメキアを迂回しましょう。多少遠回りになったとしても休みながら進むべきです。お体を大切になさいませんと、大義をなすためにも。分かった、そうする。行こう。いやー、もうなんかいつあの封印されてるアテマが暴れ出してもおかしくないような。マザークリスタルね、このまま破壊し続けていいんだろうか。同国？ダルメキアか。風後の国だね。陸軍のやつらね、未だ自治領に入ることすらできんとは何をやってるのか。ザンブレクの守りが想像以上に固く手こずっておるのだ。ザンブレクとダルメキア今少しは役に立ってみせろ。争ってる最中だもんね。クリスタル自治領を我が物にしようとは今々しいザンブレクめ。だがこの被害では撤退も考えねばなるまい。風後だ。考えてる。戦から遠のくほど判断もできなくなる。連中が手ごわいのは地の利を生かしているからだ。自治領の得意な構造をな。それに加えて奴らが蓄えている食料は数年分、持久戦でもこちらは分が悪い。さてご列席のおいら方、後先考えずに始めた戦の戦況には満足かね。
あ、軍は疲弊し補給すらままならんじゃないか。フーコが進めてるわけじゃないのか、クリスタル自治領の進行が。気候が戦場に赴けば事態はそうそう片付くのでは。もし俺が出れば奴らもドミナントを出す。タイタンとバハムートによる召喚獣合戦だ。自治領解放の戦で島ごと沈めてもいいのなら。いや確かにね、望み通りにする。タイタン暴れると大変なことになるからね。そこまで言うなら相談役としての妙案を聞かせていただきたい。なんだ。お、あ、まさか進行後アナベロ。マミーと新しい子供か。クプカ教、これはどういうことか。無能どもめ、祭り事とは常にこうやって手を打っておくものだ。え、また裏切るの。しかし評議員どもの面は滑稽だった。ここにあんたが来るとは思いもしなかっただろうなあ、アナベラさんよ。かくいう俺もあんたの姿を見るまで誘いに乗ってくれると思わなかったがね。どういうこと、何考えてんの。クライブ・ロズフィールド、滞在人シドの正体がまさかあんたの息子だったとは。あ、それをその情報リークしたのか。驚いたのでは。さて一体何のことだか。罪人の知り合いなどおりません。産んだ覚えもない。私はただオリビエ皇太子殿下に付き従い、このくだらぬ戦を終わらせるために参ったまで。まあいい、あんたの承諾さえ得られるなら十分さ。シドは愛するベネディクタの仇、必ず血祭りにあげてやる。俺の手で確実に。そうすりゃあんたに残った汚点も消える。ようやく枕を高くして眠れる。いや、やっぱりクライブを消したかったんだな、マミは。その代わりザンブレクの方の舵取りは任せたぜ。親愛なる信仰豪様。なんかこの人、女一人のためによくやるものよ。男に取り入るのがうまいな。ドミナントといえどやはり下船の血が流れていては、哀れで醜く愚かなこと。あ、めちゃくちゃ懐いてる。もうすぐですからね、オリビエ、私の可愛い坊や。もうすぐザンブレク公国はあなたのものに。正当なる第一皇位継承者としてあなたがザンブレク信仰の座につくの。そして全てが潰し合った先、新しい世界はあなたのものになるのです。え、なんだあの光は。手紙かなこれ。ジルの具合は。あ、大丈夫だといいが。石化してないかな、大丈夫かな。
お、新しい章。決断。おお、いろいろ増えましたね。手紙？医務室へ向かう。医務室向かったら話が進む。その前にサブクエやっとくか。風護の士兵たち。よし、着いた。ジル、いい状態とは言えないわね。少しは自分をいたわりなさい。あ、ごめん。ありがとう。変なタイミングで入っちゃった。石化が進んでる。気にかけてあげて。なんだって。辛かったら言ってくれ。無理はするな。これくらい平気よ。平気じゃないだろう。君の負担を減らしたいのに。あなたは十分に戦ってる。それに応えたいの。みんなだって同じ思いよ。私だけじゃないわ。それとも私たちじゃ頼りにならないっていうこと？いや、そういうことじゃないけど。いや、同じことを言っていた。そういう悪かったよ。クライム、クライム。ガブ？こちら。あー、ガブだ。どうしたの？いいタイミングで。ロザリアが襲われてる。なんだって？何？またバミーが動き出したんかな。ロザリアに進軍したのは。ドレイクファング守備隊の一部。ドレイクファングし、フーゴカプカの支援だ。フーゴか。ついに動き出したか、フーゴ。城下町に乗り込んで派手に暴れてるらしい。いや、マミーと繋がってるからな、フーゴ。目的はシドか。おそらくな、フーゴカプカに今のシドがお前だと知れたんだろう。いや、そうか。まさかクライブをおびき寄せるために。どうやらシドは相当強い恨みを買ってるらしい。ベネディクター、本気で言ってるの？これまでのとはわけが違うのよ。ああ、フーゴがシドに固執する理由はわからない。だがこの状況下でも戦を仕掛けるくらいだ。奴の強行を止めない限り、この意味のない戦火が広がり続けてしまう。それに故郷を荒らされて冷静でいられるほど俺は人ができていない。フーゴクプカをここで撃つ。やるんだな、クライブ。たくさんの仲間を殺された。これ以上好きにはさせねえ。いいぜ、やってやろうじゃねえか。私も行くわ。あなたに無茶をさせないように、ね、いや、ジルは休んでた方がいい。え、頼むのか。何にせよまずはオットに今の状況を確認した方がいい。いや、そうだね。でも私個人的にはジルはここで休んでた方がいい気がするけどな。私も一緒に行くわ。あなたに無茶をさせられないもの。そうか、まあロザリスはジルにとっても故郷だからね。フーゴがロザリスを襲ったのはお前への挑発だ。返り討ちにしてやろうぜ、うん、そうだな。まあいずれフーゴとは戦わなきゃいけないとは思ってたからね。
だってなんたってベネディクタを、なんかシドがめっちゃ恨まれてるけど、ベネディクタを倒したのはこっちのシドっていうかクライブだもんね。だから最終的にはクライブが恨まれることにはなるだろうって。どこ行くんだっけ。あ、おっと、いやー、でもなー、フーゴがこんなにベネディクタに執着してるとは。ガブから話を聞いたか。うん、ああ、これから奴を撃ちに行く。状況を教えてくれ。こっちじゃ整理が追いつかなくて、上がってきた報告は全てビビアンに回してある。あ、そうなんだ。まさかザンブレクと戦をしている最中にダルメキアが仕掛けるとは思ってなかったからな。そうだよね。クライブ、頼むから無茶はするなよ。分かってる。ビビアンと話す。ビビアン。やあ、来ると思ってたよ。やあ。早速講義を。あ、みんな来た。これは私の講義史上最多の生徒数だ。最多。最多だ。俺たちも話を聞いておこうと思ってな。すぐにでもロザリアへ向かう。現地はどうなってる。そうせくなよ、クライブ・ロズフィールド卿。君が家路に着くには目下の状況を整理する必要がある。違うかい。そうだね、まず話を聞こう。まずはフーゴ・クプカという男について。やつの正式な肩書きはダルメキア共和国評議会経済顧問。相談役って言ってたね。商業経済に重きを置くあの国において、この肩書きは金と権力双方を握る地位にあることを意味している。それに加え、召喚獣タイタンのドミナントとして国家防衛の切り札でもあるのだから、全てはやつの欲しいが。もう誰もやつに逆らう者がいないって感じだね。フーゴはその権勢を振るい、国家の要衝ドレイクファングを掌握。その結果、ドレイクファング守備隊はあっという間に買収され、フーゴの忠実なる私兵になり果てたというわけだ。今回ロザリアに進軍したのはキャツラだろう。なるほど。知っての通り、ロザリアは現在ザンブレク公国の属領だ。しかし宗主国ザンブレクといえばクリスタル自治領で、ダルメキア共和国と睨み合いの真っ最中。当然兵力は自治領に集めたい。そんな折、ドレイクブレスの消滅によって鉄王国は大陸進出の拠点を失陥。つまり西の憂いは解消され、海上防衛に注力する必要もなくなった。あ、ザンブレクはすぐさま海軍も含めたロザリア駐屯軍の多くを自治領に回したよ。フーゴはこの機を逃さず、警備が手薄な海路からロザリアに兵を進めたのさ。奴の狙いはクライブ、君に間違いない。事実フーゴの手勢は他に目もくれず、ロザリス城ただ一点を狙っているのだから。かなり個人的な進行だね。ポートイゾルではどうなっているの。あの町はロザリスの対岸にあるわ。おじさん、例の種火の守り手から知らせがあってね。今のところ被害は出ていない。よかった。現在は彼らも協力してロザリス城からの避難民を受け入れているようだ。さて、フーゴ・クプカを狙うならロザリス城に入らなければならない。だが城へと続くビュイット大橋の向こうでは、残留する駐屯軍とフーゴの士兵たちの戦いが続行中。その大橋からはもちろんのこと、奴らが抑えた海を渡るのも危険を伴う。この状況下、君たちならどう動く？そうだな。どうする？後輩のフェニックスゲート側から向かおう。ああ。大回りにはなるが、スティルウィンド湿地を抜ける道なら巻き込まれることもないはずだ。
さすがに勝手知ったる故郷だな。クライブ、早速出発だ。おや、今回は君も同行するのか。え、何かあるの？ああ、仲間の敵討ちなんだ。今回ばかりは俺も行かせてもらうぜ。よし、行くぞ。おう。なんか嫌な予感するんだけどただの無駄騒ぎで終わってくれればいいんだけどね